ここは私立洋蘭女学院、通称蘭女と呼ばれるこの女子校、創立以来財政界、文壇、芸人と各方面に多くの著名人を輩出している名門中の名門である。このいわゆるお嬢様学校の文化祭、百花祭では毎年恒例の一大イベントがある。部活対抗予算争奪戦メガファイトトーナメント。各部活動の代表が来期の予算と名誉を得るべく、ルール無用の真剣勝負により争うのである。クラブ活動という学校生活に欠くことのできない倉敷、少女たちが最も輝く季節、青春。その1ページをより充実したものにするために、少女たちは持てる情熱の全てをこのイベントにぶつけ合うのである。そして今年もその季節がやってきた。いよいよだな、アスカ。まだ中等部だったお前を見つけて以来1年、ついに我ら科学部貧苦の歴史に終止符を打つ日がやってきたのだ。扇ヶ谷先輩。そんな不安そうな顔をするな。日頃の特訓は全て今日のため。自分の力を信じろ。お前は十分に強い。大久保さん、一年生同士、いい試合をしようね。はい。さあ、いよいよメガファイトトーナメントが始まりました。各試合会場より全校校内放送で熱戦の様子を実況中継いたします。実況担当は私、大道具の燃えるアナウンサー、古舘一子です。よろしくお願いします。まもなく第一試合が始まります。選手が入場してまいりました。
あなたも1年生？私、科学部1年の本田明日香、よろしくね。でもあなたってすごいわね。そんなに小柄なのに本戦出場だなんて。大逃げや先輩には悪いけど、俺も打倒進藤先輩に燃えてるんだ。一年坊主になんか負けちゃいられないよ。次の相手はバレー部の山崎先輩。大逃げや先輩はドーンとぶつかれなんて言ってたけど、へい、ドーンとぶつかるしかないか。行くぜ！
Hey you, come on! ニートレッファイトや！わわ、青い目に金髪？ダメダメダメ、私英語できないの。アイキャンノットスピークバー？大木ヶ谷先輩には申し訳ありませんが、会の命運をかけたこの試合、負けるわけにはまいりません。全力でお相手させていただきます。小和田さんってお人形みたい。肌も白くて髪も綺麗で、ちょっと羨ましいな。でもそれとこれとは別、こんなにはえっ、まだ
2年のキョンキョン先輩か。そういえば先輩の名字って知らなかったな。お手洗い。ダメよ、笑っちゃう。ハイジがいつもあって立派な名字じゃない。笑うなんてキョンキョン先輩に失礼だもん。僕の名字を見て笑ったね。自分で勝手に読み違えといて、どいつもこいつも許さないから。科学部ごときがここまで残るとは、メガファイトも質が落ちたな。まあいいさ、いずれにせよ俺の邪魔をする奴はこの拳で打ち砕くのみ。空手部主導北条先輩、どこまで通用するのかわからないけれど、当たって砕けるのみ。
積年の恨み、今日こそ晴らさせてもらうよ。君にはいよいよ今大会も残すは決勝戦のみとなりました。果たしてメガファイト王座の栄光をつかむのは誰か。今決戦のゴングが鳴らされようとしております。神道先輩、私先輩を尊敬してます。はっきり言って先輩は私の憧れです。でも私は負けられません。全力でぶつからせてもらいます。よろしくてよ。全力でかかっておいでなさい。
優勝科学部代表本田明日香。はい。文化部の身でありながらよく頑張った。おめでとう。ありがとうございます。これからも精進を怠るなよ。はい。やったな、アスカ。扇ヶ谷先輩、私が優勝できたのも先輩のおかげです。本当にありがとうございました。バカモン、今日の結果は今日だけのこと。今から来年に向けて特訓だ。今からですか？でも、今日は文化祭。うわ、カモーン！特訓に日曜祭日文化祭などあるか？あ、はい！しかしまあ、今日のところは特別に羽を伸ばすか。明日からはまた特訓だ。覚悟しとけよ。